浅サイ氏、アサ氏は、日本の氏族の一つ。浅サイ氏、浅ザイ氏、アザは、大見国の国人で、京国家の家臣。戦国時代の大見北部で勢力を持った、戦国大名である。大見浅井軍に今日構えた豪族の浅サ氏は、大見の在地軍事である公家の諸子が入り向こしたという、説があり、大江氏など、これが、アサ氏のそのアサ氏ゲが、 藤原北家館陰流大町三条や、佐賀屋一門の大町三条金綱、三宮比の子のを楽院とする伝承の要因となった。実際は、古代から、物のノベ森屋流と称した、在地豪族で、宇田源氏佐々木市直系の京国市の不大家臣として、京国家中では、中堅的位置にあった。広北記には、京国氏の根本悲観として、今井市、川家氏、赤尾氏。 愛王寺市、三田村修羅十二氏のうちの一つとして列記されている。その一方、尾張国に移り住み、小田氏、徳川氏に仕えた系統もある、異系統とする、諸説あり。アサイの読み方について、アサイ、正音とアザイ、落音の二通りの説があり、当時どちらの発音だったのか議論が行われている。大和田哲夫氏は、滋賀県で、現代、アザイと読むことから、 アザイ説を提唱している。これに対して、浅井氏三代、柿参考文献を著述した、宮島圭一は、と理由を挙げて、普通に、浅井と読むべきだとしている。浅井氏は、大見守護京国氏の不大家臣で、小谷リ城を中心とした、領域支配を行っている。京国氏は、戦国期に、北大見三軍を支配する戦国大名として、対等するが、浅井助政の頃、 京国家中では、お家騒動が発生し、北大見では、有力豪族の浅見氏を名手とした国人衆による、京国家の火星体制が敷かれた。やがて、先制を強めた浅見氏を追放し、京国氏を浅井氏の区靴としてしまい、京国家の有力家臣をも取り込み戦国大名へと成長していったとするのが通説である。その後、スケは、勢力拡大を図って、 南大海の六角貞頼と対立するも、一時、貞頼の構成に押されてしまったことがある。このため助政は、越前の朝倉氏と同盟を結び、その支援のもとに貞頼のと同を押し返して、北大海の支配力を高めていくのである。しかし、助政の死後、後継の浅井久政の代になると、旧死後である京国氏の勢力の巻き返しや、 周辺大名である南大海の六角市や美野の守護大斎藤氏らの台頭により北大海は構想の舞台となる。このため、第三国である越前国の朝倉氏との提携を模索する。美野では守護大斎藤氏の没落によって東からの脅威は取り払われたが、六角市の北大海への進攻を強めた。特に定よの子、六角義方からは大攻勢をかけられる一方で、 六角家家臣の娘をひさまさの着難、シンクローに目取らされただけでなく、シンクローの名乗りも、牽制にさせられるなど、徐々に六角氏に真珠化を流され家臣化されてゆく。こうした六角氏の影響力が強まる中で、浅い家中も分裂していたという。A63 年、1560年、嫁を強制相関したシンクローが強行派家臣を率いて、 六角氏との決戦に臨んだ野良殿の戦いでは、吉方に対象する。浅井氏を六角氏から独立させると、久政は家臣たちから強制的に隠居させられ、浅井家当主の座には、新旧明こと、浅井長政が座ることになる。しかし、久政の政治的発言力が完全に失われたわけではなく、隠居後も彼は、浅井屋中において、一定の発言力を有していたという。 長政は、永六十年頃に、美濃を支配した、尾張国の織田信長と同盟を結び、信長の妹、推しの方を妻として迎えて、六角氏からの自立を図った。信長は、将軍、足利義明を報じて上洛し、義明を通じて、機内や地方に影響力を強めており、信長との同盟は、親重的であったが、対六角氏との関係では、効果的に機能した。 しかし、元気元年、1570年に、信長が、浅井氏の同盟国である、浅倉義陰を攻めるべく、越前に侵攻すると、家中には、動揺が生じたという。信長の浅倉侵攻に際して、家中では、織田と浅倉のどちらに味方するべきか意見が分かれるが、浅井久政や縮小、赤尾清津奈らが、親浅倉路線を主張したためか、同年4月には長政は、 信長との同盟を破棄し、織田軍に背後から襲いかかっている金ヶ崎の戦い。これにより、長政と信長の同盟関係は手切れとなり、以後両者は対立関係となる。同年6月には、浅井、浅倉勢と織田勢との間で勃発した姉川の戦いにおいて敗退する。その後、浅倉氏の他に、摂津の三好氏や、 六角氏など信長に圧迫されていた勢力も対抗姿勢を強める。元気2年には信長と将軍義明が敵対し、義明は浅井、浅倉氏や本願寺など、機内勢力のほかがイクニ氏などの遠方勢力に呼びかけ信長包囲網を迎合するが、元気4年に甲斐の武田信玄が三河尾張への進行、正常作戦中に病没すると、信長は、 反抗を強めた。同年に、信長は、将軍義昭を刑から追放し、天正元年、1573年に、織田勢が、浅石の本拠である、小谷城へ侵攻すると、小谷城の戦い、朝倉市は、小谷城への救援のため派兵するが、織田勢に敗退し、滅亡する、一城、国城の戦い。小谷城において交戦した、長政、 久さま親子も自害し、浅井氏は滅亡した。城跡近くのおたり寺は、段下寺であり、木の本上神寺は、菩提寺である。浅井氏の家臣団はもともと、浅井氏の家臣であった、普代系である田辺氏、安田氏、矢野氏、遠藤氏らの他に、かつて、京国氏家臣団の頃に同格であった赤尾氏、海津氏、小山氏、三村氏、八木氏、布氏、今井氏、磯野氏。 厚地市などの名前が挙げられる。不代家臣の数の少なさは、浅井氏の大見支配には大きな問題点であった。少なくとも助政の頃には、黒人層による連合性的な面が強く、大を減るごとに支配体制が強化している。磯野和政を磯野市本拠の磯野山次郎ではなく、元は小川氏の居城で、都度倉之助戦士後の沢山次郎に置き、浅見氏の居城であった。 山本山城に厚地氏を廃した文年間以降には市場在晩世に近いものを構想していた様子も伺える。だが、集権的とは言い難く、長政の代に、織田信長との戦いが長期化すると、元、京国史家診断の中からは、浅井氏を離反する者が多く現れた。なお、桑田忠鹿は、永六年間の浅井領史上数は七十三ほど。 検出されているとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。